リベンジャーズの動画見ました。戦術的なサッカーしてたので、とても良さんに教わりたいと思いました。そう、今日さ、タイトルと写真の確認をお願いしますって言われてさ、アップされるとき、僕そのとき別の仕事したんですよ。でもアップされた後見たんだけどさ、なんかあの、美しいサッカーみたいな <laughs> ああまあでもそいちいちね、そうあれ美しいサッカー、美しいサッカーはできるかなみたいなね <laughs>。美しいサッカーしようぜって言ったことないからね、なったらいいですけどね、あれね。でもあれタイトル考えてくれた人ひやみたいなのもあれだからね。そう。ご意見版と美しいサッカーはちょっと恥ずかしかったっすね。 そう動画の中でもそういうサッカーいつもできるわけじゃないよって言ってんのとそうそうあ大胆不敵も恥ずかしかったな <laughs> ご意見版も俺の中でご意見リ張本さん出てくるんだよなそう俺張本さんなんだみたいな <laughs> そうだから全部がなんかね恥ずかしかったんだけどまあしょうがないというかまあいいかなみたいな <laughs> でもああいうのもね こうどう上がってどういうふうになってだ今後いいとこも悪いとこも映ってきますから,だからこの生配信記者会見みたいになるかもね見ましたけどあれどういうことっすかとかそういうやつで新鮮でしたねいやそうそうなんか多分この配信見てる人とか本気で見てくれてる人ほどなんかああだからあれ龍座学園内であれ見ながら副音声配信みたいなのやろっかどうだろう今龍座学園の子とかシュワボーの子とか聞いてるから なんか時間決めて、あれ見ながら、僕の副音声、この時こう思ってたとか、これ実はこうだったみたいなとかね。それだったら結構この生配信だと言えないこととか言えるしね。そうなんかね、あの、あの、あれが先月の中旬ぐらいなんですよ。で、あそこから大会とかあって今だから、その後の展開でこうなった、ああなったとか言うのってさ、今日ざめしちゃうしさ。 そう,いうフットボールのチャンネル的にもよくないでしょだからこう、聞かれたときすごい言葉を選んだりとか、あと言いたいことと言いたいことは別にないんだけど、こう、なんかこう、視力深くな,りならなきゃいけないときが多くて。ちょっとそれ企画で考えてみますね。あれ撮影した7月の十何日とかっすね、確か。トリーグのすぐ後みたいな。そう、モニター小さかったです。<laughs> そうだね。 もう今回はね、嬉しいコメント多かったですけどね、これがね、ずっと続きますからね、あんなに全部出るんだね。せいざです、きのうの練習ありがとうございま,うざいます。せいざくん、リベンジャーズのね、センターバックやってて、昨日もね、シュワーボの練習来てくれたんです。せいざくんが練習ありがとうございましたって言ってくれたから、もう言うと、あのー、リベンジャーズだけじゃ練習足りないじゃないですか。 集まれるで、それでもう今の,あのリベンジャーズの戦術浸透させたいと。で、シュアーブとリベンジャーズ戦術一緒なんですよ。最初ちょっと微妙に違ったんだけど、まあ自然と一緒になって。そうで。まあその戦術が一緒になる過程とかは、この後多分上がると思うんですけど。なんで、で、シュアーブ自体はやっぱり社会人サッカーで人が多い日も少ない日もあるし、みたいな。あとはまあ、 フルコートとかでやると、まあ20人以上とか来て大丈夫なんですけど、あの、リベンジャーズの子が入るぐらいの枠はあるから、それで、シュワーボーとしてもうまい子が来るとね、あの、普通に刺激になるし、勉強になるし、まあ練習試合とかだと、あの、人集まんない時とかはね、その前、あの、亜生君が来てくれてとかあったから。そう、だからそんな感じで、なんかこう、両チームの強化を、まあ僕はちょうどシュワーボーのチームの監督やってたことによって、まあ平行で進められるみたいな。 まあそういう感じでやってますね。なんで、すごく、あの、まあ、たえー、なんていうのかな、合理的で、まあ、選手、お互いのためになってたらいいなって思いながらやってますけどね。そう、大河君も来てくれてあと、あれ、龍之介君も。撮影ない時も練習してるんです。シュアーボは練習、最近であって、土日試合あるんですよ。シュアーボ週4で活動してって、リベンジャーズは、まあ、ああいう動画の企画なんで、 あの一回集まって次大会になってみたいなでまあそこからまだリベンジャーズはずっと続くんで、両方一緒にあの強化したいじゃないですか。なんで、まあ、リベンジャーズの選手で、あの、まあ、あの来れる選手とか、来たい選手いたら来てね、みたいなそういう感じで、それぞれの予定がありますからね。そう金髪の高校か多分あれですよね。ゾラか大地のことです。ドッキリ家族の。いや、でもめっちゃいいやつですよ。あの、あの、大地君は、 あれだったんですよその大会にちょっと、あの、オーストラリアの昔所属してたチームが降格危機だから助けに来てくれって言われて、そっち行くことになってたから、もう、ゾラ君しか大会参加できなかったんですけど、本当はあの、あれですね、リベンジャーズのビダルって感じで、いかついけど、あの、味方のことを考えてファイトしてくれるみたいな感じの選手でしたね。シュアボにいないタイプのキャラでしたね。 さんみたいな <laughs>、ね。あとはまあ、ね、どっちのチームも僕にとっては大事なんでね、選手たちがあのここにいるとというか、うん、成長できると思うようなあの練習とか声かけとかできたらいいですけどね。皆さん、交渉されるとき緊,緊張感してました緊張感してました。緊張感同心してたけど、緊張してたかってことだよ、多分ね。あれ,あれかなあの、監督お願いしますみたいなシーンのやつかな。 緊張しちかったっすね。そう、ただ、やっぱ捉えてるから、うかつなこと言えないし、監督か、みたいな。分析じゃなくて監督か、みたいな。でも、俺よりいい監督いないからしょうがないな、みたいな。<laughs> もうそれは俺になるな、っていう感じですね。<laughs> すが、ご意見。ご意見、ご意見版って恥ずかしいな。 昔さ林良平さんがさあの本のさ告知も兼ねては動画出てくれた時あったじゃんここでタッチで2人でやった時あの時マネージャーさんが横いて見ててさマネージャーさんっていうかののその本出版されるその本屋の社員本屋というかその出版社の社員さんでいろいろ喋ったじゃん時初見だけどまあ挨拶したとこかその収録入ってみたいなもう結構 緊張とより気遣いまくるみたいな状況です。全部喋って、で終わって、ああ、りがとうございました、みたい。設楽さんはマネージャーさんに、いや、レオさん、さすがのマシンガントークでしたね、って言われて <laughs> あの、さすが面白いトークですね、とかさ、そうそう。すごい聞きっちゃいましたは嬉しいんだけど、マシンガントークってこの手数を言われてる感じ恥ずかしくない <laughs> この、玉数言われてる感じ。 でご意見番っていうのもなんかねなんかほんとほんとのご意見番の人に申し訳ないんだけどご意見番って中身なさそうじゃん <laughs> なんかそのご意見番っていうそのポジションで食ってるみたいなさなんかイメージ、うん、なんかちゃんと考察してなくてさそのコメンテーターとしての一つのキャラクターとして成り立ってる感じないそう運動量褒められてるなんかその感じと一緒なんだよなご意見番 ハリーさんが中身ないみたいな感じになってるいや、だからもうハリーさん中身ないじゃん。<laughs> ご意見番って言われる人でさ、中身ある人多分いないんだよな。名監督いいけどさ、名物監督嫌じゃん。そう。合理的なことが言えない人って感じですよね、ご意見番。そうそう。だから、まあ、俺はまだご意見番かみたいな。<laughs> でもこれ タイトルつけた人がこれ聞いてヤンキーになってあれだけど、でも、もう面白くなっちゃうから言っちゃうよね。あ,あ、俺、ご意見番かとか、俺、マシンガントークか。で、これ、家、嫁さんっていうか、寝室上だからさ、聞こえんのよ、ここでしてる、あれが。で、その、林さんとマネージャーさん、お帰りになられた後さ、もう上戻ったらさ、で、奥、マシンガントークって言われてたね、みたいな。いや、やっぱそこ気づいたみたいな <laughs>。やっぱそこ面白いの気づくか、うちの嫁さんみたいな。分かりました。